目死んでる。OK。指名はですね、ドラフトの野球みたいな感じで、そう、だからこれジャニーズジュニアドラフトがいいです。ここにあるアクリルスタンドを使って自分の欲しいメンバーを、自分がジャニーさんになったら、僕が社長だったらっていう目線でグループを作りたいと、はい、そのグループをこの中から選んでください。ここにいる全メンバーで、でもどんなテーマでもどんな人数、そうですそうです、もう人数感も複数になる、何人でもいいです、2人でも、もう逆にも全員欲しいっていうのでも、まあなしでもない。なるほどね。だったら投げれない多い話じゃないから、かぶったらじゃんけんしてもらいます。じゃんけん、いや、なんかじゃんけんだとちょっとありきたりすぎるから別のやつがいいかな。なんでにらめっことか、すげえもいいじゃん。もしかしたらじゃんけんめっちゃ盛り上がってじゃんけん企画、そうそう、ドラフト1位選手、僕が1位選手、こいつが一番に欲しい。俺もうね、ここに決めてるやついるから1人。じゃあ僕から、お、スノーマン岩本ひかる。おお、まあ2位はやっぱそれ欲しいわな。いや、もうやっぱスノーマンのセンターでもありますし、やっぱ絵面も強いですよね。ブレないしな。そう、身長もあるし体も大きいし、グループしかないし、ギャップもあるからね、それはすごい強いよね。そこもやっぱ重要かなんだよ。これは欲しいよ。じゃあ、次、北斗。これ欲しい。ジェシー。イェーイ！サンプで契約したい。高すぎる。高すぎる。なんでジェシーなの？スケート外国人みたいな。なんでジェシーなの？あ、でもマジなこと言うと、まぁ、ちょっと後々見えてくるから、とりあえずジェシー。なるほど、なるほど、なるほど。慎太郎。コージ。お！コージ絶対取れますし、面白いですからね。なんかさ、ビンゴの真ん中って感じ。あ、そう、分かった。あー。まぁ、こっから僕は組み立てやすいので、誰が取られても。ジェス。はい。ラウ。おー、なるほど。何使うの？ラウ。可能性が一番大きいし、これからまだキャラが定まってないから、あ、どうにか育てていく。でもすごくね、スノーマン3人いるよ。そうだね。じゃあ次、コーチ山田くんです。うわー、まず2位なんだよね。いや、やっぱりね、このメンツを見た時にまとめることができるの、多分山田くんだなと思ったの、このメンツを見た時に。しかもアクロバットも踊りもそうだね、できる。でも先に言ったのジュリだから、ジュリにあげて。そうだね。これ早い者勝ちだったらこっちからだったら無事やん。じゃんけん後で、後でしょ。後でしょ。じゃあ次、キャボ。俺は道枝くんです。おー、なるほど。あ、若い。あ、もう分かった。お前チーム色白を作ろうとしてる。俺が雑誌の企画で美形ランキングみたいなのを、はいはいはい、6連覇ぐらいさせてもらってたんですよ。それを道枝くんに阻止されたんですよ。おー、道枝くんの美形だから、もう彼を軸に作っていこうっていう。なるほど、なるほど。え、じゃあかぶったコーチと俺がじゃんけんってことで。いやー、欲しい。いや、これ取れなかったら俺グループの趣旨マジずれる。最初はグッジャンケンポイ。おー、いいね。最初はグッジャンケンポイ。うわー、グーで戦い合うの岩本ちゃんぽい。イメージ、なるほどね。岩本ちゃんなりきって、いや、ブレねえぞっていう。じゃあ次ちょっとさ、グー以外でいける。チョキしかない。何パワーじゃん。負けるちゃんと考えたよ。分かんないっす。最初はグッチェッポイ。いやー、いや、でも10の8だよ。いや、なんでよ。なんでよ。かぶっちゃったんだよ。おい、俺美少年からだし。おお、なんで、なんで、急に路線変更。なんで、まあまあまあ全然違う。はい、じゃあ順番発表します。はい、いいですか、ドラフト。まずこっちから行こうよ。いいよ。じゃあ今日は龍が。おお、なるほど。龍がね、身長性も高いから。ああ、はいはい。ちょっとこうセンター割りでこう、ああ、置くんだ。龍がと道枝の需要をちょっと作っていこうかな。ああ、面白いね。じゃあ次こっちです。ノエル。おお、ノエル。川島君、いい声ですね。キリンです。なるほどね。やっぱりもうちょっと俺理想のドリームチームを作りたくて。この人はちょっとお前、お前サイボーグ集団って言われてる。なるほどな。サーカス作ろうとしてる。いや、ジェス。宮近さん。おお、宮近いいよな。あいつタフだからな。いや、すげえ。あいつもうサイボーグ、サイボーグだ、あいつは。死んだろ。宮近ちゃん。まだ俺の方がちょっと尊敬してる感じがあります。いい感じ。ポスト優先シリーズ、なにわ男子。おー、実は僕も優先。じゃあ
ゃあもうこことここで。あ、俺も近くで行こうとしてる。今日こっちから行く。今度やるし、今日こっちから行こう。最初全部弱っ、弱っ、俺マジでもうダメだって。優先。じゃあ次、慎太郎とジェス。はい、はい、最初はグー、ジャンケン、イエーイ。いや俺も完璧だ、宮近浩二でしょ。カウンターとジェスオープンしますよ。まあこれでまた被るってことはなかなかないけど。締めかけて。いや、わかるよ。どっちか、締め取ったか。締め取っちゃうのか。あくまいいんだよ。いやでもね、締めわかるよ。締め、爆弾だもんな。ドラフトサイン、はい、書いてください。いや結構予想以上に楽しいわこれ。これ楽しいね。楽しい。はい、なにわ男子長尾くん。ちょっと正直俺ね、次欲しかった。長尾くん正直まだ全然わからない。長尾くんマジすごい。でもね、長尾くんに聞いたんですよ、ストーンズで誰が一番。おそしたら北斗って言ってました。へぇ、人類初じゃん。北斗っぽいよね長尾くん。そうか、ポーズ、あのポーズがもう北斗だもんすね。これ一番ぽくない。北斗。これ橋本。わーい、ちょっと橋本。橋本もさ、歴長いんだよね、意外と。長いよね。あいつも長いね。かわいかったもんね。慎太郎。北斗。ここに北斗入んの。いや、めっちゃ不思議だな。マジ、ちょっとガチで見たいよ、普通に。あと北斗のここに入った時にその人見知りかけんのみたいな。あ、北斗いじろうとしたやん。確かにこいつは北斗いじるためのオールスター。じゃあ一発目に選んで、俺は。ジェス。だってさ、いや、キャラ。いや、俺もね、ここ俺も今回、だってさんは行こうとしたんですよ。やっぱ運動神経こいつはいいから。あー、なるほどね。なんか面白いことできるんじゃねえかと。はって確かにコーチは欲しそうだな、ダテさん。やめろって。サーカス団を作るの。え、確かにコーチもダテさんも選ぶんじゃん。こじゃあロッチ、カスラくんじゃん。井上くん。え、え、飯月。ジョニーさんっぽいね。ジョニーさんっぽい。え、なに、みんなで井上瑞稀吹っ飛ばそうとしてる。違う違う違う、ちゃんと考えよう。いやでも、これ全部揃った時のコーチの。いや、そうよ。まあまあ、あとでね。今日、俺はおぉ、あれ、おぉ、ちょっとかぶりました。橋本ちゃん、かぶったな。じゃじゃんけんしていい。はい、じゃあ最初はグー、ジャンケン、ポイ。おぉ、負けた、やばい、どうしよう。いただきます。今日が早いジェッツ、橋本獲得です。日高浮き勝負。おぉ、おぉ、ノー、俺大変だな。今日じゃあ、お父さんお父さん。じゃあ、ポイ。じゃあ慎太郎、渡辺翔太獲得でございます。オープン。これ、おお、なるほど、ここで。おお、セクシーストップ。ここで私はストップということで。セクシーストップ。中島健人見てる。ということで、ここで一人ずつこれ完成したわけですから、どんなグループなのかオープンしたいと思います。僕これです。なんでチャンポ。チャンピオンっぽくチャンポ。チャンピオンではないという。そう、チャンポってほらいろいろこう混ざってる。はいはいはい。でも本当よくわかんないじゃないですか。よく俺本当はね、岩本くんとか猪狩とか俺とかなんかそのラップやってる人でヒップグループ作ったの。マジでやりたかった。マジでやりたかったやつをやろうとしたの。でも岩本くん取れなかった時点でうんってなっちゃって、じゃあもう自分のプレイヤー能力を高めたいと。自分の技術でもこいつらを回せたらすげえなと思って。それはすごいわ。パッて見せたら多分チャンピオンって読める。すげえやつらなんだな。そうと思ったら実は日本語ではこういろいろみたいな、ちょっとトンチ聞かせたジュリっぽいね感じにしてみました。次、北斗。ジェシー、大西、日高、那須、中村、優斗、宗谷でジャニーズ。おお、ちょっとでもさ、メンバー揃わなくてマジダメだったね。そうだから、そしたらもうなんか俺止めちゃうと思って。うるさい。じゃあユートとユーゴ迷って。おい、ユーゴにしろ。そこおじさんかな。まだ、おい、お前、おじさん言うなよ。はい、じゃあ次俺。ちょっと北斗と被っちゃった。あー、綺麗な感じ。コウジ、おう、北斗、北斗で、慎太郎、翔太、宮近。はい、なんですかこれ。で、あの、森津事務所の森津。全然関係ない。今のさ、数十秒だけでも返してほしい。これざっくりセンター入ってるもんね。ダセンターグループでこのポーズがマジでいいね。まあみんなダンス踊れるし、
割と歌えるし、お芝居もできるし、面白いし、ここがボケるだけボケて、すごい気まずい。そして気まずくないよ。あの僕とかこのグループに選ばれた理由が気まずい。ジェス。ロスケ。でこれはもう全部イニシャル入ってるの。イニシャル多いじゃない。でも踊りもできるし、でまあラウルいるし、海外も行っちゃうっつって。あとでもロスケの所属メンバー一人いるんで。俺いたね。久々に元で考えそう。ちょっと意気込み聞こえます。ロスケの意気込みつけますか。この謎は解き明かしたいよね。それはもう本人たちで見つけ出す。伊達さんの M ね。伊達さんの M の。じゃあ次コーチ。はい。西畑 with スペシャルアクロボーイズ。説明じゃん。大五郎センターにいてアクロバットするんだね。そう。オッケー。ちょっと次世代 ABCZ って感じする。ああ、そういうセンター来てね。なるほどね。じゃあ俺は。はい。今日。いいですか。ちょっと最初グループ名の前にちょっと。ドラマを…いや、違う、このグループに、そういうのを聞いてからの方が入りやすい。こんなんで俺デビューさせるとこのフォーメーションで見せて、この本人たちもこれでこのフォーメーションでデビューすると思って写真を撮ります。はいはい。そしていざ発売されたらふっか真ん中だ。で、本人たちはあれ撮った時と位置違う、並びが違うと。で、本人も一番戸惑って迷宮王国。一服劇みたいな。深作を盛大な前振りに疲れただけじゃん。深夜の10分ドラマみたいなタイトルだよね。迷宮王国。田舎のさ、食い放題みたいな。はい、そうじゃあいずれさ、俺らがこうやって選んだメンバーでさ、カウントダウンのシャッフルメドレーとかやったらいいよね。ね。以上、スタートでした。こうやってさ、やったりしてさ、あ、そのグループ意外といいねって言うじゃん。でもやっぱさ、既存のグループにしたらそれが一番知ってるから。それはね、よって思うとさ、ジャニーさんってすごくね。すごいすごいよ。じゃあ選んでいただくのが私の仕事です。すごいよ仕事ね。